はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。かずさのすけ様、おにょへい様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。 NHK 紅白宣伝特番予定、まあ番宣番組ですか。12月8日パールハーバーの日ですね、22時からソングス紅白スペシャル、初出場歌手の魅力に迫る特別版。12月10日11時から、バーニューっていうのかな、ベニューっていうのかな、101紅白スペシャル、初出場者記者会見の裏側、出場者の意気込みということで、初出場者ってあれか、外国人グループ5組がメインなのが、あの番宣2つとも、そのうち2組はデビューしたてで実績皆無っつね、実力は不明ですけれども、少なくとも実績はないっつですね。まあ、正式に発表しておりました。ネットの反応です。受信料返して。誰が見んねん、外国人推しハラスメントやめえや。公共放送が番宣に力入れるってどうなん。特別番宣番組を作らなければならないほど人選に問題があったのでは。そのうち、大河ドラマにも出演させそう。ありそうですね。あの、大河のオープニングとエンディングが日本人じゃねえのが歌ってる。ありそう。20世紀で見なくなったわ。20年前ですか？実力も実績もないのを出すのはなんで？世界中で大人気のって言わなきゃ。賄賂の返還を求められるのでは。賄賂、もらっときですね、細かい取り決めなされてて、世界中で大人気のって言うために何百万円とかオプションあっかもしれないですね、コース、賄賂コースがあって、お前らまさか受信料払ってないだろうな、うちはテレビないから払ってないな、どっちの初出場者がメインみたいなので、例のどっちの番宣もね、初出場者がメインスポットライトみたいなんで、例の外国人グループがメインになることは、まあ明白ですね。42組中5組が外国人グループ。来年はもっと増えるんじゃね？うち2組はデビューしたてで実績ゼロ、実力不明。これだとね、日本で、コツコツ何年も頑張ってる日本人アーティストがかわいそうですわ。こんなね、賄賂でエコひいきされたんでは、紅白は賄賂と接待で決まりますが、公共放送ですって、ふざけすぎでしょ。なんで公共放送なのって、賄賂飛んだって話。ふざけすぎて、初出場をもっと押さないとってなったのかな。あまりに評判悪いから、分かってもらおうと思って、なんかね、あっちの人って、会えばなんとかなるって思ってる節ないですか。なんか首脳会談かなんかやれば、やりさえすれば、なんとかなるって思ってる節あるよね。経産省にズガ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 、2時間も、面談頑張って、事務手続きって堂々と後ろに張り紙されちゃって、予防されたなんてのもありますけれども、追加で賄賂と接待受けて、もっと押すようにお願いされたのかな。そんなこんなもありまして、12月4日日曜日、NHK スクランブル、イコール解体崩壊であります。売上半分以下になるんで、まあ、崩壊するんだろうな。でも開催いたします。13時30分、渋谷区神宮通り公園集合、前と同じ場所であります。過去6回の NHK でもは報道皆無でした。今回もテレビ新聞はどこもスルーしそうなんですけれども、5年前のTBS の変更報道抗議デモを産経がこそっと報道しただけっつうツイートが今なんか知んないけど蘇ってきてんですよね。トレンドになってる。なぜか。参加されて俺も参加したがニュースにならなかったとあちこちに書き込んでください。よろしくお願いいたします。共産党中野区議羽鳥大輔、ワールドカップ日独戦勝利に残念というほかない。ほざきまして、お前日本人かと非難ごうごうなったんですけれども、追加で大輔さん、お気持ち表明しておりました。日本勝利を喜んでいなければ日本人にあらず、
そう考えてないなら黙っているという空気の中で日本が勝ってよかったとはとても思えません。何言ってるかちょっとわかんないですけど、日本人なら喜ばなくちゃならないっていう空気が気に入らねえっていうことなのかな。ますます炎上しておりました。さらに追加で私が間違ってました。謝って。これ周りの共産党区議、まあ中野の同僚から、もうめんどくせえから、言う謝っちゃえよって圧力かかったんでしょうね。払いたいな。で、見に行ったらですね、私、ブロックされてました。先んじて。私もね、立憲民主党支持とか、共産党支持とか、令和新選組支持なんて、プロフィールに書いてあるやつは、あ、どうせ話通じねえんだろうな。あと私のツイートをなんかなくせつけてくから、やだなっつって、見かけるたんびに、ブロックしてるんですけど、時にはわざわざ検索して探しに行って、ブロックかましてるんですけど、予防のためね。これはいらぬこと、余計なこと、噛みつかれるのが嫌で、豊島区時代に変な女の活動家に、ヘイトスピーチを繰り返す靴沢をなんとかしろって、変な陳情出されたもんで、予防的にやってるんですけど、あっちもやっておりました。私のこと敵人とみなしているみたいであります。今まで一回も絡んだことねえのに、まあ予防的措置ということでしょうか。ネットの話、弁解がまさかの空気、言い訳になってね。本当に日本のこと嫌いなんだな。日本が勝って腹立たしいって素直に言えよ。喜ばなきゃ非国民扱いって誰に、誰に言われたの。そんな空気あんの。存在すんの本当に。どうして応援強制されてる設定にしたんだろう。お前ら SDGs、LGBT、フェミ、ビーガンを強制してんだろ。打倒日本国が当然なんだし、何が悪いって感じないやろ。これぞ共産党っていういい宣伝になっただろう。共産党を徹底的に追い詰めよう。ツイッターはバカ発見機能。日本勝利を喜んでいなければ日本人にあらず。その通りなんでは。なんで、おかしい、違うの。それに日本人にあらずって、そういう空気に誰かにされたの。どっかでお触れでも出たの。共産党イコール非国民で、大体合ってる。大体合ってる。頭がおかしいのはこいつだけにあらず。他のバカパヨさんたちの投稿なんですけれども、まあ日本勝利に対して、ネトウヨが喜ぶだけとか、まあ面白くないんでしょうね。サッカーに勝ったところで所得は倍増しないよ。パン抜きのパンとサーカス。勝ったところで消費税減税しない。何関係あんのかな、所得税とか消費税とかサッカーと。こんなことに浮かれてる場合じゃない。ネトウヨ君は退場でお願いします。ネトウヨが勝ったわけじゃないのに浮かれよって鬱陶しいなどなど。パヨが一様にですね、腐しておりました日本勝利を。ネットの話、なんでそんなに嫌なの。黙っときゃいいのにバカパヨは。左翼ってよりただの陰キャでは、陰キャっていうか、まあネクラっていうか、陰にこもった恨みがましい、まあ妬み恨みそねみひがみなんですけどね。五輪反対もこういうやつらだったんだろうな。誰か日本が勝ったら所得は倍って言ってたんかい、言ってたんかい。日本語で書き込んでるけど日本人じゃないだろう。日本語を使ってても日本人とは限らない。パヨはマストドンに引っ越したんじゃなかったな。というような反応でした。サッカーでなんで消費税や所得の話になるか全然わかんないですけど、文句言えればそれでええのかな。我々が使っている言語とちゃう。どうやら人種も違ったみたいで。日本勝利を喜ばないと非国民、名実ともにそうなんでは。日本人ですらないっつうか、日本を使わないでくれませんか。日本語汚れるからね、こいつ、こういう連中にはね。EU 議会がロシアをテロ支援国家に指定いたしました。ネットの話、テロ国家じゃなくて、テロ支援じゃなくてそのものだろ。支援というより本体だけどな。テロ実行国家だろ。ということはドイツが見放したと。EU ってドイツとフランスが、まあ、両輪二強ですんで、まあ、ドイツがロシアダメだな、見放したんですかね。戦時国際法違反が701件あるらしいから、ハーグで有罪になったらプーチンはロシアから
出られなくなるね。アメリカからも指定されたら終わるな。つうか、貿易とか一切しねえ。Google も使わせねえってなってんだから、もう終わってんじゃねえのかなって思いますけれども。次は国連で常任理事国剥奪ですな。まあ、常任理事国剥奪するっていう決議を、常任理事国の拒否権で防げんだろうかっていう、謎はありますけれども。まあ、そうなると、ロシアからなんか買ったり、擁護したりすると、EU との関係がおかしくなりますね、日本はね。もともとロシアは北方領土を盗んでて、平和条約も締結できてない敵国だし、今までなんでサハリン開発とかがそもそもおかしかったんじゃねえの、今までナーナーでやつ来たのはおかしかったんじゃねえの、これは竹島盗んでる敵国人をノービザで入国させたり、普通にそこら辺中歩き回らしたり、普通に貿易しているのはおかしいのと一緒ですよ。全く昭和の自民党はね、何してくれてんだって話なんですけど、あと元自民党の胸を、今維新の胸を、なんか言え。あなたの大好きなロシアがテロ支援国家指定されたけど、それについてなんか言えと、だんまり決め込んでねえで。ビジネスインサイダー、ツイッター大量解雇の影響で不具合続々。そうか？私使ってる限りは、全く不具合なんかないですけどね。そういうことにしたいのかな。ワールドカップのトラフィック急増で大規模障害の懸念もと、なんか文句言いたい。なんせ仲間が大量に解雇されちゃったもんですから。イーロンマスク、ワールドカップで2万ツイート、パーセカンド、秒を記録したが、チームは素晴らしい仕事をした。と、誇っておりました。まあ、心配された障害なんかは起きなかったってことだな。1秒間に2万ツイートしても大丈夫。100人乗っても大丈夫。だったと。大量解雇でトラフィックに耐えられないって話は、毎秒2万ってすごいな。左翼活動家社員がシステムを支えていた設定がそもそも無理。キラキラ社員無能。いなくてもよかったんや。週4時間しか働いてないのが消えて、影響出るわけねえだろ。そうなの？クビになった連中、週に4時間しか働いてねえかったの？本当にいらない人間を解雇したって、証拠になっちゃったな。むしろ邪魔な奴がいなくなって、やりやすくなったんじゃねえの？パヨが消えるとスムーズになるのは、会社でも社会でも政治でも同じ。縁故も忖度も排除して、本当に実力重視すれば、こうなる。クビになったパヨさんたちが耐えられないといいなって思ってたんじゃないの？パヨたちはサーバーダウン、システムダウンして欲しかったんでしょうが、無事乗り切ったようで、残った有能社員グッドジョブであります。無能で役立たずと証明された解雇パヨ社員涙目。今までツイッター社員ってことで誇らしかった。周囲にもマウンティングマウンテン。できたんだろうが、まあ、みっともなくなっちゃったね。落差がすごいな。パヨ、イーロンは寝とうよ、とツイートし、事なきを得た。まあ、得てないんですけど、まあまあ、心の平穏は大切ですからね。本人が事なきを得たって思ってんだったら、まあ、それでええわ。という話であります。というわけで、12月4日 NHK でもやります。渋谷です。皆様よろしくご参集ください。正式な告知は手続き終わってからやります。あとですね、メール党員さん限定忘年会開催いたします。メール党員さん、振るってご応募ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。